信念とかプライドとかは自分にとってはちょっと重いんで、他の人間にアピールするような信念はないですね。ただまあ自分の中の信念としては二次元の印象のままに作りたいっていうのが、まあ、信念ですよね。幼稚園だと思うんですけど、怪獣をクレヨンでなんか描いてたんですよ。しっかりとなんか図鑑になるぐらいの量をびっちり結構しっかり描いてて、一冊まとめてなんか撮っておいたんですけど、多分そこら辺が最初でしょうね、作品らしい作品って言ったら、原型師になったきっかけっていうのは、もともと高校の頃からプラモデルとかフィギュアを作っていて、寿屋さんがホームグラウンドだったんですよ。で、寿屋さんは結構マテリアルとかツールとかなかなかマニアックなものがあったんで、やっぱ上手い人が集まってきたんですよ。スターウルとかそういうのもいろんなものがもう山ほどこう出てきた時期が、まあ、中学の頭から高校の中ぐらいまで、でもうそれですっかり楽しくなっちゃって、そういう刺激を受ける場所があるっていうのはやっぱ大事ですよね。多分僕の作ってるものが評価されるのは、結構事細かにこんなところも拾ってるんだっていうところまで拾ってるんですよ。例えば孫悟空のこのオレンジの道着がオレンジ色のアウトラインがあって、で中のインナーのブルーが集中してるんですけど、ここのアウトラインのシワの表現がブルーのインナーに行く前にカクッと一回上に上がるんですよ。そのアウトラインが結構ポイントだなと思って、それは必ず入れるようにしてたりとか、まあ顔になんかこうちょんちょんちょんっていう入ってるシワとか、眉間のこういうなんだろう、ギュッとこう険しい表情になった時のこういうシワの入り方の本数とか、全部その絵の通りの間合いとか造形してやるっていう、だそれはもうもはや造形というよりも研究ですよね。まずバーダックっていうキャラクターは鳥山先生のこうほんわかした感じの世界観にはないこう荒々しい感じのキャラクターで、フリーザにやられて果ててしまうんですけど、仲間にもう全然こう受け入れられず一人でこう孤独に戦い挑んでいくみたいな、僕らの子どもの頃にはそういう孤高のキャラクターっていうのは結構いたりして、これは東映の孤高のヒーローだっていうので、ものすごくね最初見た時に感動したんですよ。大型のフィギュアっていうと直立が多いんで、なんかちょっと面白いポーズないかなっていうのを考えていく中で、原作のフェル編で悟空が途中で病気にかかるんですよね。膝を折って苦痛にの表情で胸をこうかきむしってるような飛び這いがあって、それは以前からかっこいい絵だなって思ったんです。でフィギュアっていうと大体こう意気揚々としてるか険しい表情で、まあ大体決まってますよね。でもその苦痛でもう瀕死みたいな、そのなかなかない状況の表現っていうのは多分面白いんじゃないかなと思って、多分そのアナログで作ってる人は基本的には人の骨っぽいものを針金とか棒で作ってから多分ポーズを取ってそこに持ってってると思うんですけど、自分もある程度はその針金と芯でポーズつけますけど、漫画のキャラクターって結構ずれてるんですよね。やっぱり絵の中でのダイナミズムとか心地よさみたいので描かれてるので、そこが多分いいところだと思うんですよ。例えばその肩の位置なんかは芯を置かずに、もう柔らかい粘土のままでこうグイ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 動かして位置を決めたりとか、一寸たがわずみたいな気持ちでは作ってますけど、でもそのやっぱり造形物だから若干のディフォルメしてるんですよ。原作でも一カットしかないし、バーダックに関しての参考にするような絵は今回ほとんどなくて、東映のスペシャルアニメをよくじっくり見て、そのバトルダメージのその密度とか
苦痛の表情みたいのをちょっと今の絵の雰囲気のバーダックにちょっと落とし込んでます、眉間からこう鼻筋にかけてドラゴンボールのキャラクターでこう線がいっぱい入るんですよ、シワの線が。それをこのサイズならではの密度で結構その再現できたので、そこは結構見どころにはなってます。手書きの絵では多分ここまでたくさん線はその書き込まれないので、そういう意味ではよりこう立体映えするような感じの線の多さにはなってます。まあこの SMSP シリーズに汚点を残さないようなものを作らなければいけないなという心持ちで頑張りましたんで、どうぞよろしくお願いいたします。